オルタネーター、車のバッテリーを充電する重要なパーツ。充電はエンジンがかかっている時だけ行われる。通常のバッテリー電圧は 12V だが、エンジンがかかると 13.8V くらいになる。これはオルタネーターが充電している証拠。その仕組みはエンジンがかかるとクランクシャフトが回転。V ベルトで接続されているオルタネーターのプーリーも回転する。するとオルタネーター内部で電磁誘導が発生して発電。作り出された電気はバッテリーを充電したり、車の各地で使用される。なお、発電はアイドリングの回転ではあまり行われず、しっかり回転数を上げた時の方がたくさん発電される。バッテリー上がりから復活した後、しばらく車を走らせてくださいと言われるのはこのためだ。これが壊れてしまうとバッテリーは充電されず、あっという間にバッテリー上がりを起こし、エンジンがかからなくなる。特徴的な見た目をしているので、今度エンジンルームを見る機会があれば、どのあたりにオルタネーターがあるか探してみよう。